こんにちはなのです。おう、いらっしゃい。お二人とも、こんにちは。あ、デイジー、もしかしてエギルのお手伝い中ですか？はい。はい、皆さんのおかげで、もう少しで目標金額まで届きそうです。そうすれば、コスチュームの素材を全部購入することができます。わあ、すごいのです。俺もデイジーが手伝ってくれてるおかげで、随分と助かってるぜ。なんなら、今後も来てほしいくらいだ。すみません、私にはマスターをお助けする本分がありますから。わかってる、冗談だ。おい、おめえら大変だ。クライン、どうしたのです？セリスカを見張ってたんだがよ、どうもこっちに向かってるっぽいぜ。おお、そうか。じゃあデイジー、しばらくあっちに隠れてろ。は、はい、私も一緒に隠れるのです。なんでアホシスまで？アホシスじゃないのです。よし、隠れたな。エギル、こんにちは。よう、セリスカ、いらっしゃい。おお、セリスカじゃねえか。あなたたちもいたのね。はあ、ごめんなさい、出会い頭にため息なんかついちゃって。どうかしたのか？最近ね、デイジーちゃんの様子がおかしいの。いなくなることも多くて。そうかしら。そうだといいんだけど。リスカがデイジーのことを話してるのです。そうですね、気になります。あら、今何か聞こえたような。いや、空耳じゃないか。俺も何も聞こえなかったぜ。そう？おかしいわね。そういえばよ、チェリスカはエギルの店に行ったことがあるか？エギルの店、今来てるけど。ここは店っていうか、じゃなくてリアルの方の店さ。夜はバーで、昼間は喫茶店やっててよ。キリトとか俺らがよくたまり場にしてんだよ。店主の俺に断りもなくね。そう言うなって、ちゃんと金は落としてるだろ。うまいコーヒーや酒も飲めるしよ、今度一緒に行ってみねえか？今度時間合わせて一緒に行こうぜ。そうね、考えておくわ。あ、そうそう、買い物に来たんだったわ。へえ、なんとか気づかれずに済んだな。はい、ドキドキだったのです。俺としてはリアルで会えるいい口実も作れて万々歳だぜ。クラインさん、申し訳ないのですが、マスターは最近お忙しそうにされています。あのように言われていましたが、実際に時間を作るのは難しいかと。というか、どう考えてもあれは脈なしの返事だろう。
ゴーン。ま、いつものことだな。よし、じゃあデイジー、今日の稼ぎ分はこれだ。はい、ありがとうございます。そろそろ溜まりそうですか？あと一息というところです。頑張りますので、皆さんも引き続き協力お願いします。あ、ゼリスカが来たのですよ、デイジー。 はい。デイジーちゃん、お待たせ。あら、あなたたちも一緒だったのね。マスター、実は今日はマスターへのプレゼントを用意しました。これは。ビクトリアンセンチュリーコスチューム。私がエギルに頼んでいた衣装じゃないの。デイジーちゃん、どうやってこれを手に入れたの？まさか素材集めのために危険なフィールドを出歩いたりしたんじゃ。落ち着け、ゼリスカ。それはデイジーが俺の手伝いをして金を貯めて手に入れたものだ。そうそう、デイジーは危険なことはしちゃいないぜ。ゼリスカが着たがってる服を送りたいって自分で働いて手に入れたんだ。私が着たがる？おいおい、なんかゼリスカ固まってねえか？デイジーちゃん、さすがね。私が本当は着てみたいって思ってること気づいてたのね。はい、マスターが私に可愛らしい服を着せようと思う気持ちも本当ですが、マスター自身も好きなんだろうなと感じていました。その通りよ。でも私が着ても似合わないから、これはデイジーちゃんに。そこはご心配には及ばないのです。え？はい、実はこんなこともあろうかと。うひょー、二人とも似合ってるぜ。ちゃんの衣装もあるの？もしかして他にも作っているの？はい、マスターはきっと一人では恥ずかしがると思ったので、スコードロンの女性全員で着られるように全員分の素材を購入しました。後で他の皆さんにもお届けするつもりです。はい、みんなで着れば怖くないのです。それに以前、仲良しのパーティーやスコードロンはコスチュームを合わせて着こなす流行があると聞いたのです。それはまさかここであん時のハッタリが出てこようとはな。ありがとう、デイジーちゃん。そしてみんなも。私とっても嬉しいわ。一件落着なのです。さあ、せっかくの衣装なんだし、そこへ座れよ。お茶会としゃれ込もうぜ。おお、エギルが茶を？ただなんだろ。ああ、今日だけは俺のおごりだ。高級茶葉を使った紅茶を振る舞ってやるぜ。おお、ケチなエギルがそう言うなんてめったにねえぞ。みんな喜べ。了解なのです。じゃあご馳走していただこうかしらね、デイジーちゃん。はい、